こんにちは、シャイ。どうも、山桃です。本日は一人暮らしの生活雑貨、小物たちの購入品でございます。じゃん、おだいちゃん。3COINS とサリューってところで買い物してきました。季節はね、もう秋を迎えるということで、お部屋もちょっとね、秋っぽくしようかなと思って買ってきたね、そういう小物たちもね、盛りだくさんなので、あとはちょっと収納グッズだったりを買ってきたので、スリコとサリューにはこんな感じのものが売ってるんだっていうのをね、見ていてもらえたらと思います。それではやっていきましょう。じゃあまず3COINS から、デリン、こちらシューズボックスをね、2つ買ってきました。イエーイ。靴箱収納の中がね、結構余白があって、もったいないなっていう空間になってる。もっとうまいこと収納できひんかなと思って、良さげなシューズボックスみたいなのをね、探しておりまして、白い系のやつが欲しかったよね。白い系、これ素材はプラスチックでございます。ここにね、組み立て方が載っておりますので、パッケージ開き、パーツを取り出します。取り出しまして、で箱を組み立てる。そこの部分を折り曲げ、穴の部分に詰め上げます。こんな感じかな。はい、そこの部分こんな感じで組み立てました。じゃん。でこのパーツをつけるんやと思うのね。3箇所の爪を内側に倒す。この3箇所の爪を内側に倒す。この四角に沿ってカチッていうまで、うまいことこの長方形にはめて、うまいことはめて。難しいやんこれ、うまいことはめんの難しいやん。一個一個はめていこう。はまってー、はまってて、キャーン。ちょっともう何これ、はぁ。あ、あ、あ、カチッて言いました。あ、はまった、はまった、はまった、きた。というわけでシューズケースできた。ちょっと待って、こう、私苦手この作業。もう一個もこの勢いで組み立てよう。もう分かった、しっかりここね、あの後つけた方がいい。組み立てるとき爪引っ掛けるでしょ。はい、ここの爪折り曲げるでしょ。3箇所で一辺一辺をはめていけば、あ、来た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 んじゃない。ちょっと早速シューズボックスに入れてみよう。はい、現在靴箱の中こんな感じで、この一番下の段がね、結構ここ高さがあって、この余白がね、もったいないなってずっと思ってたところでして、高さのないこういうサンダルとかやったらね、これ入れれるかなと思って、まあ、スニーカーとかもいけるかこれ。あ、めっちゃいいやんこれ。閉まる？うわ、ちゃんと閉まる。もう2つ買ってくれよかった。これちょっと買い足しに行こう。あ、待って、今気づいたけどさ、これあれやわ、爪あるからここ引っ掛けれる。上に詰めるし、横にも詰めるしっていう、引っ掛けるところがついてるから。あ、くっつきました、上下。いいやんこれ。え、めっちゃ良ない？はい、ここにこうやってサンダルを1個入れまして、これは横幅入らんな。やったらここでいっか。うわ、いい感じやん。パンプス、うわ、ちょっとこういう横幅があるようなのはね、入らへんけど、パンプスとかシュッとしたね、靴やったら入ります。で、奥行きは結構あるから、女性の方の足のサイズだったら、ここのね、横幅だけ気をつけりゃ大抵の靴は入りそう。というわけでこんな感じで、またちょっと追加で買ってこようと思います。これはちょっとスニーカー入るかやっとく。愛用してるね、このコンバースのスニーカー。これは、あ、入る。コンバースのスニーカーも入る。え、めっちゃいいねんけど、これなんか靴箱の中ね、いつもごちゃつくからどうしようかなって思ってたんやけど、これやったらすっきり収納できそうです。お次がバン、リモコンラックでございます。これね、この辺に置きたくって買ってきました。うわ、待って、めちゃめちゃにいいサイズ感これ。え、どない？え、だってリモコンほこりまみれや。わからんか、遠目やったらわからんか。こういうね、エアコンのリモコンとかもここに入れとけるし、これプロジェクターのリモコンとか、間接照明のリモコンとか、あのリモコンを置く場所を決めてないから、本当にすぐあちらこちら、どちらこちらってなっちゃって、だからね、リモコン入れておく場所を決めとこうと思って入れておきます。よくないかこれ、横幅こんな感じ、白こんな感じ、いかがでしょうか、こちらのリモコンボックス。で、こことかは iPad は、あ、待って、 iPad も入った。え、やっ。ここの木の部分もね、ちょっと白っぽい木でできてて、ナチュラルな全体的にね、ホワイトベースなので、白をね、今基調とした部屋にしてるから、すごい馴染んで良い。いい買いましたこれ。あ、次、じゃん、アクセサリースタンドです。痛い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 。折りたたみアクセサリースタンドでこんな感じでね、広がります。で、これはお好みの広さに広げられるというかね、角度は自分で調整できます。ここまあいろいろね、あの細長い系のものを引っ掛けれるゾーンが1,2,3,4,5,6 6箇所ね、フックがついておりまして、このピアスとかをね、引っ掛けれるような穴がついているところは6箇所かける3段ございます。結構たくさんものが引っ掛けれるアクセサリースタンドで、まあ、これもね、白色を買ってきました。
ました、まあ、オタクグッズコーナーに飾ろうかなとか今ちょっと考えたりしてんだよね。キーホルダーとかここ引っ掛けたらどうなるかなとか思ったりとかしちゃったり。あ、次こちら、じゃ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 ーん、ケイソード。ケイソードのこういう歯ブラシケースと、あとね、石鹸置きみたいな石鹸置きってなんかおしゃれじゃないな。ソープディッシュって書いてる、これがおしゃれな言い方だ、ソープディッシュ。こちらはなんとですね150円でございました。で、色がね、このグレーっぽい色とホワイトがあったんやけど、私はねこっちのグリーンのようなグレーのようなっていうね、こっちの色味にいたしました。この前のドラッグストア購入品で紹介した薬用石鹸ミューズを置くこういうね台が欲しくって、おしゃれなやつをね見つけてきたからこれにしました。なんかラムネみたいな見た目してない？これ美味しそう。なんかパリッといっちゃいたくなる。これもちろん食べれないんですけれども、石みたいなのが散りばめられてるのがめちゃめちゃにおしゃれじゃない？おしゃんやんと思ってねこちらにいたしました。これにちょっとミューズを置きます。なんか珪藻土とはっていう解説も後ろにしてくれてんねんけど、これ珪藻土とは聞いていたけれども、果たして一体何なんだろうと思っていた私にとってこの解説はありがたいですね。へーってなった。なんかあ、次こちらは300円なんですけれども、この一旦珪藻土のね歯ブラシとかを入れておくこういうやつ、同じ色のものを買ってきまっきまっ、あぶね、焦った、同じ色のものを買ってきました。これもねあのカラフルな石が散りばめられとっておしゃんやわ。ちょっとここにね歯ブラシとか歯磨き粉入るかな。ここに私はね知覚過敏でございますので、シュミテクトを使っておりまして、歯ブラシもね普通の歯ブラシと奥を磨く用の歯ブラシがございますね。こういう歯磨き粉を入れちゃうと若干ね幅がこうキツキツになっちゃうけど、このアイトスピスにね歯ブラシ入れちゃってます。いいやんこれ。珪藻土のグッズ初めてやわ私。マットとかね珪藻土使ったことないから、お風呂上がりの第一歩はふわふわがいいからさ、珪藻土マットとか買ったことないねんけど、初めて珪藻土のグッズを買いました。今まで珪藻土のことをずっと模倣素やと思っとってさ、前動画で恥をかきまして、お風呂上がりは肌触りがいいマットが待っててほしいから、あの模倣素マットっていうんかな、あれは使わんのよね。もうそれから珪藻土と記憶いたしましたので、もうしつこいぐらいに珪藻土と言っていきましょう。珪藻土珪藻土珪藻土。次、お次こちら、じゃん、ガウニーのね柔軟剤を買ってきました。もう私はこれはねパッケージに惹かれて、なんか海外に住んだ気分になれるかなと思って買ってきました。ずっと使っとった柔軟剤がさ、石原さとみさんのやつ、あの香りがなくなるということで、ちょっとダウニー気になったから買ってきた。次ダウニーを買わんかったとしても、このパッケージだけ使い続けてやろうと思っております。我が家は海外なのかなって、なんかそういう錯覚に陥りそうやからな。なんで英語ってだけでさおしゃれに見えるんやろうね本当に。今回ねこれ何、レッドを買ってきました。パッション花とフルーツ、気品を感じさせる香りって書いてある。あ、後ろに日本語でね書かれておりますのでね、英語が読めない方、まあ私なんですけれども、そんな方でもねこれなんて書いてるかっていうのが読めるっていうのはありがたいですね。ちょっと香り嗅いでみるな。あ、めっちゃいい匂いする。ほんまに海外の匂いする。海外の匂いとはずっと嗅いでられるこの香り。今度からね私はお洋服をとてつもなくいい香りにしてやろうと思います。そしてじゃん、これは買ってきた。これも英語でずらって書いてるやつなんやけど、住宅用洗浄剤、これ壁とか窓枠とかカーペット、オーブン、磁気、リノリウムなどの表面洗剤って書いてあって、で使用量の目安がねここに書いてあるんやけど、水とこの洗剤を割って使うみたいな、何やったら何対何で割ったらいいよっていうのも書いてるから、ちょっとこれを目安にね割って使っていこうと思います。我が家ねベランダがすっごいすぐ汚れんのよ、排気ガスかな、すっごく黒ずむのよ。だからねベランダのお掃除とかでめちゃめちゃ使えるなと思って、こっちの洗剤を買ってまいりました。英語ってところでテンション上がるわ。しかもこれなんかねシュッと吹きつけれるような、この霧吹きタイプっていうのこれになってるから、これシュ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 ってやって、あと水ザーってかけてシューって洗ったらいいかなと思ってます。これはもうなんかどっかその辺にポンって置いといてもさ、生活感あるけどおしゃれに見えるアイテム。そして3コインズ、最後はアクセサリーを買ってまいりました。私はねアクセサリーはスリコかラティスがほとんど、スリコラティスが 90% で、最近ねルナアースっていう300均っていうので買うことがほとんどなんやけど、じゃん、こちらヘアバンドたちを買ってまいりました。スリコのヘアバンドとかカチューシャとかほんまに可愛いよね。はい、いかがでしょうか。これからの季節めちゃめちゃ使えそうな、ちょっとお上品に見えるようなサテン生地っていうんかな、これちょっとねテカッとするような素材感のグレーのねヘアバンドを買ってまいりました。ベージュっぽい色もあって迷ったんやけど、ちょっとこの色持ってないなと思ってこれにした。めちゃ可愛いない？頭にこういうのつけてるだけであの人おしゃれやなっていう、そういう印象を与えられるから、やっぱり私はねあの頭に何か乗せるのが好きです。でちょっとこういう光沢感のあるような感じで、ここがクシャクシャってなってる。
かがでしょうか。そしてこちらはチェック、ベージュのチェックじゃなくて今回ねグレーのチェックを買ってまいりました。ベージュのチェックは持ってんのよ。スリッコのやつはね、あのきつすぎずゆるすぎずでちょうどいいサイズ感のものが多いから好き。はい、いかがでしょうか。秋服との相性抜群じゃないこれ。てかあれやな、巻き髪との相性もめちゃめちゃいいね。ヘアバンド、ヘアバンドってどうやって上手につけたらいいかみたいな質問結構いただくんやけど、これがねこう後ろ後ろに行ってるとこれが浮いちゃってダサく見えちゃうから、できるだけねヘアバンドは前に前に持ってくるように意識したら良いです。で前に前に持ってくるとねこう前髪がペッターンってなってこうねすんごい目にかかるやんか。だからねヘアバンドつけるときは前髪をしっかり巻いておくのがおすすめです。はい、というわけで3コインズの購入品が以上でございます。お次、サリュ。私サリュの購入品紹介するの初めてやわ。そういえばなんかサリュはねあのオンラインストアもあって、手が出しやすい価格で家具とかねちょっとしたインテリアも売ってたりするから、気になる方はね持って帰ってくるのが大変やから、よかったらオンラインストアもね覗いてみてください。サリュはナチュラルような感じでね、ウッドテイストと言いますか丁寧な暮らしっていう感じがして、ほんまに可愛い色のアイテムもちょっとね秋を意識したそんなお部屋にするための彩りグッズたちをご紹介していきます。じゃーん、じゃ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 ーん、はしごもどき。このはしごみたいな感じになってるんやけど、ここにフックがついてるからこれを壁にかけて吊るせるような感じになっております。こちらお値段1000円なんやけど、木がめっちゃしっかりしとって、で木もねなんかチクチクするのではなくね、しっかりヤスリがかけられてるような、こう触っても痛くない木になってて、とてもありがたいよね。たまにねちょっとお安い系のやつは木がゴワゴワしてて触ったらやべえみたいなやつとかあるけど、これはね触っても安心で、これ結構重たいんよ。だからねこれ引っ掛けんの難しいか、押しピン2個ぐらい使うかもしらんな。でこれにね何を引っ掛けたいかと言いますと、こちらじゃん、すっごい秋感あるくないこれ。ちょっとねこの辺を引っ掛けて、秋のちょっと寂しげな感じだけどどこかぬくもりがあるような感じ、そんなねお部屋を演出しようかなと思いまして、買ってまいりました。色違いのかぼちゃ3種類と松ぼっくりを1種類買ってきました。と毛糸で作られててね、めちゃめちゃに可愛いお部屋を秋っぽくしていこうと思います。あ、次カツラ、おしゃれー、めちゃめちゃにおしゃれー。これなんていうの、ボタニカルスリムボトルやって。このねなんか試験管みたいな中にドライフラワーが入ってて、あ、取り出せるんやこれ。え、あ、取り出せた取り外し可能や、蓋も自分で開けれるやん。え、中のデザイン飽きたらこれ自分で入れ替えれるぞ。まあ、ちょっと下の部分はねこういう白い木になってて、でこれはちょっとねその辺に飾っとこうかなと思って、中もね秋色っぽい感じにしました。なんか木枯らしビュービューって感じよね。何それ、こういうねちょっとナチュラルなおしゃれなグッズがもう本当にたくさんあった。お次こちら、じゃフェアリーライトみたいなライト系ですね。炭酸電池をねこっち3本入れてこっちが2本入れるっていうそんなライトなんやけど、これはねちょっと丸米のやつ、これ長さこんな感じです。でこれ見て、玉一つ一つがマジでビー玉みたいでめっちゃ可愛いよね。炭酸電池を2本入れまして、お、わ、これはもうええ感じやわ。伝わってるかなこれ。はい、こんな感じでね、優しいオレンジ色の光がこんな感じです。めっちゃ可愛い。これはねずっと点滅モードのみでございます。そしてこちらは LED ライトカーテン、カーテンにね吊るす系のやつじゃないと思ってこれ欲しかったんよ。これどうなってんのこれ。よし、ちょっとこれはカーテンにねつけます。じゃん、つけてみました。いかがでしょうか、こんな感じ。長さはわー、おしゃれ、いい感じやないこれ。この辺白のマスキングテープで留めてね、落ちてこないように3箇所留めておりまして、この先っぽじゃん、ここに密かに隠しております。こんな感じで押しピン2箇所とここで留めて落ちないようにして、あとはねマスキングテープとかで貼っつけて留めております。カーテンで隠れるからいい感じ。じゃんじゃかじゃーん、じゃん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 じゃかじゃーん、おしゃれだー。夜の雰囲気はこんな感じです、いかがでしょうか。うわめちゃめちゃにエモー。お次、はい、こちらのバスケット、もうピクニック行けそうやもんこれ、俺があるやん。と今ね化粧品とかがむき出しになってるので、そういうのをねここにしまおうかなと思っておしゃれなねバスケットを買ってまいりました。ピクニック行きたいわこれで、ほんまにランランルーやん、ランランルーで。ここのレースね取り外し可能でございます。てか中が汚れたりしたらこれね取り外せるようになっております。洗濯も可能っていうね、とてもありがたいそんなバスケットでございます。めっちゃ可愛いこれ。高さはリモコンとかがちょっと
ょっと飛び出るようなそんなね深さとなっております。もう結構いろいろ入りそう。あ、次こちらじゃん。これはね縁がゴールドになってて後ろがねこんな感じのフォトスタンドでございます。今中にこれ画用紙が入ってるんやけど、これ出します。この部分がねガラスになってんのよ。星の写真でも飾ろうかなと思って。ここにこのサイズ感何がある？え、ちょっと待って。わあ、リドルくんのポストカードが入りました。ああ、え、これ推しの写真とか飾るのにめっちゃ良くない？やばいんですけど。てか指紋が気になる。ついちゃった指紋が。みんなもよかったら推しの写真とか推しのポストカードとかをね飾ってみてください。とても良い。お次じゃん、アクセサリーでございます。左右にアクセサリー売ってんの私知らんかった。めっちゃ可愛いのいっぱいあった。じゃじゃーん、逆こちらでございます。両方ともね550円でした。どんなお洋服にも合いそうなピアスをね買ってまいりました。私はピアスなのでねこれをつけようと思います。お花が散りばめられてるようなねそんなやつとラメラメみたいなのが散りばめられている。散りばめられ系好きやの私。そんなねピアスでございます。はい、というわけで 3COINS とサリューの購入品以上でございます。もうちょっと可愛すぎてどれもこれも。ちょっとしたテーブルが1000円とか、なんかラックが2000円とか、ほんまにめちゃめちゃお手頃価格で可愛いアイテムがたくさんやったからね。オンラインストアもよかったら見てみてください。というわけでこれでねお部屋をまた秋らしく改造していこうと思います。今日も見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter とインスタのフォロー待ってます。それじゃあみんなバイバーイ。